この訓練は町の公共施設に不審物が置かれたという想定で行われました。看板あり、規制線貼ってください。了解。不審物が爆発物である可能性もある中で、利用者の避難誘導も含めて自治体と警察がどう連携して対処するか、その流れが確認されました。危険物の可能性があるので、館内の皆様にあっては施設屋外へ避難してください。警察は不審物を発見した場合は不用意に触ったり近づいたりしないよう呼びかけています。